はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。ねえ、かわいいですね。水よ水よしてますね。かわいいですね。はい、どうも、皆さん、どうも、こんにちは。えーとですね。これね、ほんとね、配信するの嫌になるようなニュースです。はい。えーまあね。皆さんは、C の国で、 ゾウさんのね、ゾウさんのキッキーの売り買いがされてるの分かりますよね。どうやらこの原因となるものにね、日本人が関わってるみたいです。もう本当にね、頭痛くなります。はい、えー、実を言うとね、えー、日中ですね、日中のね、 えー、ゆのコの、ホスのピタルというのがあるんですよ。はい。日中のね、日中ですね。の、U のコの、ホスのピタルというのがあるんですけど、そこに、ざいのカーが出資してます。で、もって、えー、いろんなね、だのガクガクが、 交流しています。はい。これがどうね、ゾウのキッキーとね、えー、こう、関わってくるかと言いますと、この日中のね、有効の、はい、えー、ホスのピタルですね。ゾウのキッキーの胃の食ですね。これが、どうやら国内一みたいです。 わかりますよね。この日中のね、有効のね、有効ですよ。はい、有効のね、歩数のピタルです。はい。えー、日本のいろんな大学や、また、ジャイのカッカーとね、協力してます。でもって、まあ、公にはあ、募集はしてないみたいなんですけど、どうやら、ゾウのキッキーのね、 えー、日本からのね、ツアーが組まれているみたいですね。これ本当だとしたらね、はい、本当だとしたら非常に罪深いことをやってます、日本。これじゃあ、すごい嫌なこと言うんですけど、天が起こるのは当たり前です。はい。天が起こるの当たり前です。 他の国ね、いろんな国なんですけど、このゾウのキッキーのね、えー、イの食というのを結構規制してまして、えー、売り返しちゃいけないゾウのキッキーをね、そういった法律がいろいろ作られていますが、この C は違います。はい。C は最近合法化になりました、イの食が。 わかりますかねで、何回も私配信してるんですけど、最近、えー、地位のお国の、いわゆる、えー、大人のね、お体になったお子ちゃまですね、中学生とか、はい。そのぐらいのお子ちゃまのね、はい、身体検査ですね。はい、身体検査です。の後に、 行方、行方がね、わかんなくなっちゃってる子供が続出してるんですよ。やばくないですかこれ。で、この日中のね、有効の歩数のピタル。はい。ゾウのキッキーのね、えー、胃の食が、はい。胃の食がね、 えー、C 国内ナンバーワンだそうです。で、この、お歩数のピタルなんですけど、えー、日本の各大学、そして、えー、ジャイのカッカーとね、深い関係があります。もうこれね、ほんとどん深闇ですよね。はい、どん深闇だと思います。もうね、 わらにもすがりたいっていう気持ちはある。そりゃね、あのー、そういったね、矢の前になってしまった人、わらにもすがりたいっていう気持ちはあると思います。でね、あの、富裕層でね、えー、お金はね、うなるほどありますよっていう方だったら、参加したくなる気持ちもわかりますが、でもね、これ、 反の罪ですよ。はい。とんでもないです。これをやったからといってね。はい。こういうことをしたからといって、じゃあね、良くなるかっていうことを考えてください。良くならないと思います。えー、理由は簡単です。 地位のお国のね、人たち、90%以上、あれを召し上がっております。はい。なので、まあね、これをやったとしても、結果同じだと思います。はい。まあ、これひどいですね、でもね。はい。えー、凶暴してるとしか思えません。もう、どんぶかみですね、これ、本当に。はい。 もうね、他の国みたいに、規制作るべきですね、これはね。はい。えー、そう思いました。これね、配信せざるを得なかったんで、もうやめようかと思ったんですよ。あんまりね、ひどいニュースだったんで。でもね、こういう実情があるっていうことを知らないといけないと思いました。はい。とんでもないです。 まあ、負の郵送の人たちはね、とんでもないことしますからね、あの人たちね。はい。わからなくもないですよ、気持ちは。でもね、そうやってすが、すがった結果、良くなると思うんですかって感じですよね。なりませんよ。90%。宮やお族ですからね、宮やお族。はい。そういうことです。それでは、あこちらね。 はい。こちらの記事もどっかに貼り付けておきます。皆さん見に行ってください。ぬっぽんの闇を見ました。はい。また。はい。ごきげんよう、沖縄、おばばでございました。に,に,に,に、ね、かわいいですよね。